ベローナシチ収まります。スタートしました。まずは先行争い、内からは1番の名将ラナキラが出てこようとしていますが、間から4番ストップザタイム並んでいって5番のミスターホワイト、離れた外からダミアンレーンは内を見ながら10番ブラックブロッサム、後位の一角7番リアド、ラチ沿いに2番のリカンカブールがいます。その後に8番湘南アデイル、12番ポットボレット、拍手枠ゴール前です。6番アップデート、11番デローナシチ、3番アスクワイルドモア、9番ボルドグフーシュ、スタンドに別れを告げて12頭が1コーナーを回っていきます。結局隊列を引っ張るのは最内枠でした。1番名将ラナキラ、リード体半分です。2番手5番のミスターホワイト、外目3番手を確保、10番ブラックブロッサム、先頭まで1馬身半ぐらいになりまして向こう上面です。インコースからは2番のリカンカブー、その後1馬身差7番のリアド、並んで12番ポットボレット、中段の一角に4番のストップザタイムです。 1000m58 秒ぐらいで行きましたか。3番アスクワイルドモア、あとは後方寄りに8番湘南アデイル、内から6番アップデート、後ろから2投目11番ベローナシチ、最後方から9番のボルドグフーシュです。3コーナーにかかります。前は1番の名将ラナキラ、リード1馬身、2番手5番のミスターホワイトで800を切りました。3番手外から10番ブラックブロッサム、内からは2番のリカンカブール、 3,4 コーナー中間にかかります。あとは12番ポットボレット、11番ベローナシチ、動いていって中段から先段を伺うところまで来ました。この内からは4番のストップザタイム、3番アスクワイルドモア、第4コーナーをカーブ、前は11番ベローナシチ、一気に仕掛けて先頭に立ったところで直線コースに向かいます。ついていこうとブラックブロッサム、名将ラナキラ、その後に3番アスクワイルドモア、さらには2番のリカンカブール、坂を上がって先頭11番デローナシチ、内から10番ブラックブロッサム、3番アスクワイルドモアは外から追ってきている。前の争いですが11番デローナシチ並びかけて3番のアスクワイルドモア、ブラックブロッサム遅れた、離れた下から9番ボルドグフーシュ追い込んでくる。前はアスクワイルドモア、デローナシチ、アスクワイルドモア、最後はアスクワイルドモアだ、ゴール。2着11番デローナシチ、9番ボルドグフーシュ最後方から追い込んで3着。